親愛なる愚民ども、私が新しいプレジデンテです。そう、プレジデンテの3代目ゲーマーズエンゼルこと一木千尋だ。大丈夫ですか、プレジデンテ最初から大丈夫カミカミですけど。そんなことない、完全に言うと思えないプレジデンテだから今は。はい、そう、なるほど。そしたら私、愚民に挨拶して、はい、大統領補佐官のキタルティーモです。え、キタルティーモ、キタルティーモです。キタルティーモだったんです、はい、今エバラさんの真似しましたけどキタルティです。よろしくお願いします。お願いします。はい、あのね、一ついいですか、プレジデンテ。いや、猛烈に鼻の下がこう、うんうん、うにゃって感じがします。この痛い、説明しましょう。今回のトロピコ、はい、うん、トロピコシリーズはですね、うん、まあ、1から今5まで出てるんです、うん、出てるというか、まあ、5が最新作なんですけれども、はい、イエーイ。基本的にですね、国家経営シミュレーションゲームって言って、うん、まあ、ま、国づくり、まあ、町づくりみたいなものですよ、をしていくというゲームなんですね。で、自分はプレジデンテ。プレジデントといえば意味は大統領そうですね、首相、合ってます、合ってます、合ってます、大統領です。はい、まあ、要はそのプレジデンテっていうのはその大統領ってことなんですよ、うんうん、だ、国のその大統領になって、うん、いい政治していきましょうと。で、国でっかくしていきましょうっていうのが目的なんですね。なるほど、我が国をよりよく大きくと。そう、独裁国家でやっていこうと、はい、というわけで、うん、じゃあ食いつつ、うん、新規ゲーム選びましょう。で、キャンペーンとミッションっていうのは、まあ、目的に向かって、まあ、頑張っていくもので、うんうん、サンドボックスっていうのは、まあ、目的なく自由にやりましょう。どれ、まあ、サンドボックスやりましょうかね。やったー、できるか、いくよ、はい、行っちゃうよ。スタートボックス。はい、僕ね、5000でこれ始めちゃったんですけど、5000だと結構ね、初期しんどいんですよ、やっぱり。そうなんだ、うん、2万があると結構いろいろ建てられると思うんで。素敵。はい。楽園みたいなところに。そうですよ。そこが今日から私の島。はい。始まりましたよ。もう。早くない？まあ、ちょっと時間止めますか。そうしよう。はい、状況見ましょうか。どんな感じか。丸？うん。なんてか、あれ引いて建物って島見た方がいいですよ。全体に。三階の家多いな、うん、だいたい2階だな。でもこの沿岸いいな。いいですね、穏やかじゃん。実際にやるときはだいたいそのなんかパッと見て、どこに何作るかとかある程度決めとくのがいいですね、うん、ここに例えばここに鉱山があるんじゃん、じゃあこの辺工業地帯にするかとか、この辺観光するかとか。この辺工業地帯にする、いいんじゃないですかね。こ、うん、何、これ丸ボタン押すんですね。大きさいいですか。ここあんじゃん。ここ？ないか。虹じゃん。お、なんか虹とか言ってたもんね。いいね。いいね。いいね。まあ、さっきみたいな感じでタスクをこなしながら、うんうん、まあ、建物建ってくる。来た道わかんなくなっちゃった。ここ。え、ああ、こんなところ？あったあった、よかったよかった。はい、なんかあるぞ。それタスク。深刻な下着不足が陛下の遠征軍を下着不足？そもそも暖かい下着を持たない状態で北極と南極を征服するなど不可能というもの。あ、そうか、今植民地か。そうで、任期が延長されると。農園、綿花、うんうん、の農園を作れば。作るか、じゃあ、うん、え、綿、ここ何、ここはもろこしでしょ、うん、だいたいもろこしが最初なんだ。綿花、まあ、食料ないとね。はい、三角ボタンで農園ですね。綿花。探索します？探索する。はい。英国の植民地における新たな業績を称えるため、綿花の表彰状を渡すようにと陛下より仰せつかっています。ありがとうございます。さあ、どれがいい？あ、個人的な収入に？あ、そういうこともできるの？できます。いや、任期の追加でしょう。ああ、硬いですね。硬いよ。はい。あ、でも人も増えた方がいいのかな。さあ、まあ結局途中でやるとゲームオーバーになっちゃいますからね。え、嘘。植民地時代はその目的達成できないまま任期がなくなる。あ、じゃあ任期増やしとこう。はい、総督、技術革新こそが自治国家への道筋を作る。何でしょうか。研究者を増やし、重要な思想や新たな技術を研究させましょう。はい、
立ててるじゃん今。大丈夫ですだから。やってんじゃんちゃんと。気取りじゃん。切れてますね。切れてますか？切れてない。大丈夫切れてない。はい、あでもなんか探索も行ってほしいから。あはい。行かせよう。10時ボタンですね。時間止めたけど何しようかな。ですね。序盤何やるか結構迷いがちなんですけど。迷う。金を貯めたいんですよまずは。ああ。要は収入増やさなきゃいけない。増やしたい。でそのために何やるかっていうと商品作物を育てる。うんうん。バナナ？まあ、バナナとかでもいいんですけどタバコとか。ああ。あとは材木切るとかね。なんかあったね。うん。どうだっけ？農園かそれか伐採キャンプか。伐採キャンプあでもなせっかくこの綺麗な緑を伐採キャンプしちゃうわちょっとな。今ねまたねタスク出ましたよ。本当だ。時に牙を剥くこともあるとはいえ。この大地こそが我々の住む場所です、はい、この人すごいいろいろ訴えかけてくる。そうですね守らなくてもなりません。多分格好からしてその軍隊とかそっち系なんですよね。なるほどね。監視塔2つ、まあ、じゃあ作るか監視塔でも、はい、ちょっくら、ね、時間止めるか。おっしゃどうだっけ監視塔。なんかあこの辺だっけ。そういえばレアハイドとか作ってないけどいいのかな。まだ作ってないですね。まあ作った方がいいはいいですけど、レアハイドでも作っとくか最初に。いやでもお金がなくなっちゃうから監視塔を先に作ってからおおなるほど。あおすすめ建造物簡易住宅なんかいろいろあるな。ありますよ。お忙しいですからプレジデントは。ほんとね。あ、あったよし。まあでも監視塔とりあえず作っとこうと。1個2200円か高いな。高いな。どこに作ろうかな、まあ、もらえる収入がその帝国、その自分たちを支配している国からの収入と、あとその品物の輸出の収入の2種類があるんで、うん、我々の研究機器をすなわち私のことですが、シャベルを発見しました。やったー。発見した犯人を突き止めたらそいつは処刑してやります。とにかく発見したシャベルは鉱山労働者に渡しておきました。はい、というわけで、鉱山ね、この交渉に鉱山が建てられるようになったぞと。嘘、うん、やったただまあこれなくなっちゃうんでね、それには気をつけてくださいね。そうか、うん、まあ、日本だって昔は金がザクザク取れたんですけどね。そういえばそうでしたね。私すごい農園広げてますね。ここはトウモロコシでしょ、はい、ここはタバコだし、うん、ここ綿花、はい、なかなかやるな。ただね今ね食い物としてはトウモロコシしかないんで。つらっ。ちょっとね今 見ますか、そのね満足度の LR で、ああほら食料満足度36、食料のバラエティ1、つまりこの人はトウモロコシしか食ってねえすごい長旅だ。頑張れ。植民地における、あ、なんか成功しました。あ、麺の輸出成功したんです、ね、あ、嬉しい。データより当然使っています。出たよしと、うん、人気を増やす。そうですね。どんどん安定させていきましょう。そうで、うん、発見させたから、あ、なんか出てる。あなたの一族の奔放な恋愛スタイルが予想外の妊娠問題へと発展いたしました。なんかお子さんできたみたいですよ。え、なにどういうこと？有力者の子というのは席の長…うーんと…礼拝堂もう一個作んなきゃいけないの？そうっす。口止め料を払い内密に済ませる。スキャンダルは大好きだ。子供を認知する。応答監視児童。これでも、うん、あれでしょ、革命軍みたいな人たちを増やせばいいんでしょ、まあ、革命派みたいな、ね、そうですね。そしたらこれでもいいんじゃないの？まあ確かに割とプレゼント潔いっすね。まあそう潔いスタイルで作っちまったもんはしょうがないみたいな。しょうがない。これね認知ではない。あ、そうですね。そう、しかもこれは子供がかわいそうすぎる。確かに。ここ急いで結婚式を開くっていうのはどういうこと？まあとりあえずもう盛大にやっちまおうと。ああ、お祭り騒ぎ的な、うん、どっちがいいかな。スキャンダルは大好きだにするか急いで結婚式を開くだな。うん、迷うな。まあどちらでもよろしいんじゃないでしょうか。まだ人気が伸びたからちょっとこれにしとくか。雪が誕生したその時、あらゆる動物たちは泣き止み、それから私の書いた文章を盗み出して何匿名で出版するという事件が発生しました。内容は二人の男が山で羊の放牧を行いながら、うん、友情を深く、うん、さらに深めるという話だったのですが、二人が最後には夢の世界に行ってフェアリーになるという羊の放牧を取り入れたショーまでがそのまま投用されている。今それ書いたのやばくない、うんうん、今やトロピコの男たちはこぞって牧場で働きたがっているということ。はあ、はあ、あー、なるほどね。
ペナルティもラノベ作家からかな。あ、なんかできてる。ちょっと待って。止めて。じゃあ戻りましょう。よく聞いてください。私は革命に駆けつけるある秘密の武器の存在に気づきました。区長のマスケット銃よりも強力ということです。一刻も早く開発に取り掛かりましょう。図書館を新たに建設する？え、図書館作れってこと？もう一個ね。マジ？まあ、作んなくてもいいですよ。なんで？あ、やりましたね。やるよ。はい、その素晴らしいひらめきの実により、あなたの島が抱える内容を一挙に解決させる方法を思い出しておきました。マジかー、お尻にしちゃったこれ。あ、そう、切り替えられるんですけど、牧場って、うん、農園とかも後から切り替えられるんですよ。え、そうなんですか。そうなんですけど、結局適してるかどうか別なんで、その土地がね。ああ。そうそう。あ、これをやるかどうかってこと？まあ、それもそうなんですけど、まあ、じゃあ例えばタス開始するじゃん、うん、で今牧場選んでみ。でそうすると今家畜変更ってあるじゃないですか。本当だ。これ変えられるんです、これラマとかに、うん、なんですけど、ラマに変えたらじゃあラマに適してる土地かって言うとそれは違いますよね。だって牛に適してる土地に建てたわけですから、うん、ってことになってしまうので、やるんだったら、まあせっかくだったらラマをもう一個作った方がまあいいんじゃないですか、ね、隣にラマ作る。まあラマあれじゃないですかね、適してたっけラマ。いや、適してなかった気がしますよ。ちょっとイコールバラックに住んでる人ですから。あ、しまったしまった、これバラックって。あ、なんか来た。におけるあなたの業績を称えるため、うん、この表彰を渡すようにと陛下より仰せつかっています。任期延長しとく？いいんじゃないですか。なんかでもそろそろスイス銀行に入れてもいい気がしてきた。スイス銀行にどうって入れるんですね。そうだ、ね、いや、ありですよ、もちろん。そう、でもな、まだこの段階ではない。国庫への補助金は、うん、建物とか建てるために使う金が5000ドル増える。個人的な収入はその、スイス銀行口座が5000ドル増える。ああ、人気。今回はじゃあ国庫への補助金にする。あ、なるほど。建物建てたいから。はい、これで。ちなみに個人に入れたお金はどうですか。そのさっきのプレジデンテ画面でカスタマイズっていうのを選んでそれで消費するらしいです。じゃあ使わないや。そうですね、まだ使わないですよ。新たに17人がやってきた。非常に風変わりで大きな耳をした有袋類を発見したようです。さて、なんて名前をつけましょう。これ帝国の王様の名前つけると、まあちょっと機嫌取れる。革命派の支持も上昇。じゃあこれだろう。よし、私だ。うん、私かとか言ってる場合ではない。はい、建物建てよう、うん、17人も新たにやってきちゃったからな。つまり職場を提供する必要があるってことですね。職場？ああ、そっか、うん、今図書館建ててるでしょ。はい、あと何を建てられちゃいます。うわ、やべえ、独立できるようになりましたよ。うそ、革命の準備は整いました。来ちゃった。来ちゃいましたよ。やった。そろそろ私が本当に力を発揮する時が来ました。なんでね、某ネルフ的なちょっとかっこいいかなと。あ、なるほど、ね、これならかっこいいかな。なるほどね、プレゼンテ。はい、じゃあ2万の借金を背負うことになるのでお気をつけください。わかりました。はい、革命しちゃう？お、革命しちゃう、軽っ。革命しとく？しと、行っちゃう？行っちゃう。あ、行っちゃう行っちゃう、はい。で、私も革命するってした？でですね、はい。うん。これ押したらそうなるんでしょ？あっとっと、そういうのはまだ早かったですな。総督、革命の準備は整いました。はい。行くよ。はい。行くよ。はい。私独立する。陛下はあなたの独立宣言を。それ2時間ぐらい前にやりましたよ、これ。あれ、はい、そうでしたっけ。はい。あ、じゃあ今回1万ドルの借金だそうですね。よっしゃー、えい。いやー、長かった。長かった。我々が独立するまで、はい、とても長い時間がかかりました。はい、しかし、はい、無事に独立することができました。はい、いや頑張りましたね。はい、じゃあ一応、はい、憲法だけ制定しますか最後にね。あ、それいいですね、はい、さっきやったんで、うん、ちゃんとね投与権をやったよね、さっきね。やった、無神論国家。うん、何それ。まあ宗教は信じないぞと。
はあ。なるほどなるほど、信じておけよ。はい、徴兵、へえへえ、ふんふんふん、職業軍人、うん、うーん、まあ、職業軍人は今の日本みたいな感じですね。ああ、なるほど、うん、徴兵だとみんなね、その1回は兵士にならなきゃいけないんで、まあ、なるほど、徴兵制の国もありますけどね、世界にはね。どうしましょうね、うん、まあ、教育が行き届くまでは、まあ、徴兵の方が楽なんですよね。ああ、じゃあ教育を行き届かせましょう、うん、まだ我が国はちょっと無学な人が多いですから、はい、で資格ボタン、えっ、さあというわけで、ここからはもう任期がありません。なんだって、ね、もう独立国なんで。わあ、すごい嬉しい。で、作れるものも増えているんですよ。なんだって、三角ボタンとか押すとレストラン、うん、弊社、ね、あ、本当だ、なってますし、まずレストランとかもそうだし、高校とかも作れるんじゃないですか、高校大学。本当だ、そう作る。なんで、まあ、今後はそういうことをやりつつ、うん、冷戦時代で現代っていう風に、まあ、時代を進めていきましょうと。なるほど、いうのが今後の目的になってくるわけです。やばい、はい、楽しくなってきた、楽しくなってきた、いいですね。どうでしたか、プレゼンで今日トロピコをやってみて。トロピコやってみて、はい、ね、はい、一からね、国民のためにね、アクセク一生懸命やるのは楽しいね。楽しい、楽しい、あら、あと革命というね、はい、目標のためにね、はい、アクセク動くのも楽しい、楽しい、楽しかった。じゃあぜひ PS4 か360と一緒に、うん、そう、ぜひやってほしい、みんなに、はい、これはね、そう、ここまでやるだけでも結構楽しいですからね。はい、うんうん、そうですね、そう、みんなのためにお家を建てたりとか、はい、あとこの土地をどうやって生かそうかとか、うん、ね、割と今後のことまでいろいろ考えながら起きましたから。はい、プレゼン何も考えてなかったですけどね、土地そんなことないよ、ない、そんなことない、確かに道、道路塞いじゃおうとしたことはあったけど、うん、そんなことない、でも大丈夫、考えてた。はい、まあ、じゃあそんなんでね、はい、最後締めなんかお願いします。